奄美大島のなり、味噌ソテツ味噌、奄美方言でなり味噌は、鹿児島県奄美群島や沖縄県のアグニ島で生産されている、ソテツの実から取ったデンプンと玄米と大豆を原料にした味噌。原料比率により、主に調味料として用いるものと、主に鍋め味噌として食用にするものに分かれる。主原料は、ソテツの芽花にできる種子と玄米である。麹の配合比により、 素鉄の種子を主原料とするものと、玄米を主原料とするものに大きく分けることができ。前者は、甘み方言で汁はしみすといい、多くは、さつまいもも加えて熟成させ、主に調味料として用い、後者は主に鍋め味噌として食用にする。塩分は調味用の方が高い。奄美大島にはこのほか素鉄の実を使わないで作る粒味噌もある。南西諸島の山に自生する素鉄を、 急行食料として使ったもので、かつては集落の唯衣と呼ばれる生活集団や家庭で自生したが、現在は一部の集落を除いて稀である。鹿児島県の奄美市、市名町、沖縄県の阿ニ村などに製造業者があり、購入して用いるのが一般的である。阿ニ村には、ソテ鉄味噌の商品表記をする製品がある。本州でも天海物産、 沖縄物産を扱う店では販売されており、また通販もされている。甘味料理には欠かせない調味料として、甘味大島では年に春と冬の2回作る習慣があり、タイミングよく用意し、熟成させておくことができない嫁は、だらしない嫁とされた。生の素鉄の種子には、最下芯という有毒で発芽性がある成分が含まれるが、水溶性であり、また、 ソテツに含まれる β グルコシダーゼと麹カビによって分解されるため発酵熟成されたソテツ味噌はラットによる長期動物実験によっても無害であること報告されている。ナリガユのようにソテツのデンプンを食用にする場合よりも毒抜き工程は簡略化できるが種子を割って合計数日間は水にさらしてから使われる。多くは5月頃か11月頃。 風で乾燥させたテ鉄の実を木槌で割れるか、押し切りを使って切り、澱粉を含む種子を取り出す。一晩水さらしをし、天日乾燥させる工程を数回繰り返した後、これを薄と木根で突き砕いて、三薇と呼ばれるザルで乾燥し、粉末にする。玄米と合わせ、場合によっては、小麦も少量加え、古式で半日近くふかす。蒸し上がったものを冷ましてから、土間に敷いたむしろに広げ、 麹箱で日本麹カビを、主とする麹カビを繁殖させて、麹とする。従来は何度も使って、麹カビが付着したむしろで素鉄工事を作ったが、このむしろを、工むしろと称した。摂氏33度ほどが繁殖に適し、春に作る場合は3日ほど、冬に作る時は湯を吹きつけるなどしながら7日ほどかかる。湿度が低くなっていると黒カビなどの繁殖が抑制される。 鍋で煮た大豆、場合によってはさらに蒸したさつまいもを用意し、ソテツ麹を混ぜ、塩も加えて、薄すっときねで突きつぶす。さつまいもを使わない場合、大豆の煮汁を少量加えて、水分を調整する場合がある。少量ずつ手で丸くまとめてから、内側に焼酎を塗って消毒した味噌がめに詰めて、塩を振り、バナナの葉で蓋をして、数ヶ月間納屋で発酵。 熟成させる。一ヶ月でも食べられるが、長めに熟成させた方が風味が良くなる。左上から、卵味噌、魚味噌、イカ味噌、血豆味噌用ニンニクと卵と揚げ豆腐のなり味噌炒め、ソテツを主原料とするものを茶を受け、つまみとしてそのまま、もしくは、黒糖、ごまなどと加熱した、肉、鶏卵などの材料を混ぜた、食用味噌に加工して食べる。味噌汁、里芋、 つわぶき、へちまなどの煮物、豚骨料理、刺身、くさぎなどの味噌あえ、レバー、豆腐、青パパイヤなどの味噌漬けなどの調味料として、玄米、さつまいもを配合したタイプのソテツ味噌を用いる。独特の臭みのある、青舞台の刺身は、酢と合わせて酢味噌とし、山芋には、黒糖と合わせて味噌ダレにするなど、風味は素材に合わせて変えられる。ありがとうございます。